はつのすけ華やかな在家あなたが人殺しをして生々しい血のりで汚れた手を私に見せておまけに俺は盗みもしてきたんだよ。 つい一分前まで仲良く話していた友達をいきなり締め殺して、そいつの懐から、ほらこの通り、がま口を抜き取ってきたんだ。なんて言いながら、本当に血だらけな手でそのがま口を自慢そうに私の目の前へぶら下げてみせたとしたら、私は、あなたを憎めるでしょうかおじけを振るってあなたから逃げられるでしょうか いいえなおさら私はあなたが好きで好きでたまらなくなるに決まっているわまるでじんたんかなんぞのように舌の上へ乗せて飲んでしまいたいほどあなたがかわいくてかわいくてたまらなくなるに決まってるわよそのときには私はこういうに決まってるわ本当にあなたは正直な方ねでもどうしてそんなに 何か一大事でも起こったかのように力んで、おまけに恥ずかしそうにおずおずして下を向いておっしゃるのもっとちゃんとして真正面を向いて大いまりでおっしゃったらいいじゃないの。でね。そうして私は力いっぱいあなたを抱いて、続けさまに二十ペもキスしてあげるわよ。あなたが息ができなくて、 苦しくくなってくるまで私はあの人にこんなことを言ったのをはっきり覚えていますするとあの人はまるで田舎の村長さんの息子のように黙って無表情な顔をして何にも聞いていなかったかのようにきょとんとしていましたそれでも実際はあの人の心の中には歓喜の嵐が吹いていたのです 私にはよくそのことが分かりましたあの人の顔はいつでも感情が興奮してくればくるほど無表情になるんですきっと顔の筋肉が痙攣を起こして動かなくなるんでしょうそれで私はあの人がどう返事をしてよいかわからないでまごまごしていればいるほどあの人がかわいくなって 本当にマっピルマでしたけれど、あの人の首に抱きついてやりました。ところがあの人はいつまでもそうしていてほしいくせに口の利けぬように黙って私の手を振りほどこうとするのです。しかも力いっぱいなんですよ。実際ちょっと見たところでは、あの人はまるで神経をどっかへ落としてきたような人でした。 心臓の代わりに心中の塊でも胸の中へ入れているのじゃないかと思われるような人でしたあの人が素晴らしい経済学者で東京中の雑誌記者が心州の山奥までお百度を踏んだなんて聞いても私には未だにどうかすると信じられなくなるんです私と会っている時は不吉祥でかくなで まるで七つか8つの田舎の子供がデパートへ入った時のようにちっとも落ち着きがないんですものどうして私があんな人を愛するようになったのか私には今考えてもはっきり分かりませんあの人自身もそれが不思議でたまらなかったと見えてめったに私に物を問うような人じゃないんですけれど最初私たちが会った晩にこんなことを言いました どうしてあなたは僕のような人間に興味を持つんですか愛するという言葉が使えないもんだから興味を持つなんてへんてこな言い方をするんですそれがあの人の癖でした私はこんな出し抜けな質問には面食らってつい顔を赤くしてしまったくらいです一体あの人はめったに口をきかないくせに 口を聞くとなるとこちらが面食らって返事のしようのないようなことばかり言うのが常でしただけど私は今でも信じているんですそして私という人間に何か取り柄があったとすればそれだけが取り柄だったと誇っているのですというのはあの人の性格に並々なみな,みならぬいいところがあることを気づいた人は 世界中でで私一人だったとということです。もっとも私はただ運が良かっただけでそのことに気づいたのも何か私の目が人並み優れて高かったというのじゃないかもしれませんけれどあの人は平素からあまり人に会わなかったし会っても無愛想でまるで相手をうるさがっているような顔つきをして実際はそうじゃなかったのですけれど ろくろくちもきかなかったので尋常一様の手段ではだれだってあの人にちかづくわけにはいかなかったのですそれであの人にどんなにうつくしい性格があったとしてもサハラ砂漠のまん中かにダイヤモンドがおちているとおなじできせきてきな幸運でそのそばを通りあわせた人にだけしかそれはわかりっこはなかったのです その幸運が私に恵まれたというだけなんですよねあとではそれがひどい不幸になったのですけれど24月の初めでした帝国ホテルで菅井博士の基調歓迎会があったでしょう。デンマークの農村を研究してきたとかで あの頃貴重土産のの頃談話が方々の新聞に出ていましたわね。私は博士の奥さんと少し知り合いだったせいか招待状を頂い,いたのでその歓迎会へ出席してみたのです行ってみると女なんか一人も来ていないのですぐに後悔したんですが今更帰るわけにもいかないので窮屈な思いをしてやっと食堂へ入ると 一番端のテーブルに腰をかけましたするとその前に座ったのが後から分かったのですがあの人だったのです「クレオパトラの鼻がもう一部低かったら世界の歴史が変わったろう」とパスカルという哲学者が言ったそうですがあの時私たちの椅子のどちらかが一つ隣だったら私たちの歴史も きっっと変わっていたんでしょう私とあの人とはきっと知らずに済んだでしょうし国宝的な経済学者を犬ころか何かのように簡単に殺さずに済んだでしょうし私もあんな有頂天の幸福も経験しなかっただろう代わりにこんな耐えきれない苦しみを背負わされずにも済んだのでしょう。食事中 いろいろな人が立ってありとあらゆる言葉で視聴者に賛辞を浴びせていましたが最後に型どおり視聴者のために乾杯することになりました私は弱ってまごついてしまいましたがそれでも立ち上がってビールのコップを取って私は女のくせに酒をいただくんですおずおず前へ差し出しましたその時に私の前で 同じようにビールのコップを持って立ち上がったのがあの人だったのです。私はその時初めてあの人の顔を見たんですが、ちょうど私の視線があの人の視線とピタリとあったので、慌てて目を伏せて,てしまいました。きっといくらか顔も赤くなったかもしれませんわ。でも、その時はそれっきりだったんです。ところが、 運命とででもううのでしょうね。私は食事が済むとちょっと博士に挨拶してすぐ帰るつもりで下へ降りて携帯品預かり所へコートを受け取りに行ったのですするとあの人が私より一歩先へ来てちょうど札を出しているところじゃありませんかもうお帰りですかあの人は私の顔を見るとこう言いました 食堂ですぐ前に顔を向き合わせていたので何か言わなければいけないと思ったのでしょう後で本当にそうだと言っていました私も2時間余り石のように黙っていたので何か話したくて話したくてしょうがなかった折からなのでついあの人を相手にいろいろおしゃべりをしました元来私はおしゃべりの方で2時間も黙っていると憂鬱になってくるたちなのです 外へ出ても私は話し続けていましたあの人は私が話しかけるもんだからしかたなしに私についてきましたそのうちにあの人もボツボツ話し出しました「貴重歓迎会」なんていうものくらいくだらんものはありませんねあの場ではみんなが心にもなく褒めちぎっておいて帰り道にはみんな悪口を言ってるんですよ 僕はああいう会に出るとすぐ不愉快になって、一番先に帰ることを決めているんです。こんなことをあの人が言ったのを私は覚えています。でも、あの方は偉い方なんでしょう。と言いますと、あの人は少し興奮して、なあに、つまらん御用学者ですよ。ああいう学者を粘土学者と僕らは言ってるんですがね。 形のない粘土を用意していて相手の注文によってどんな形でも作ってみせる術だけ知っているんですからねあんな学者をデンマークまでやるからで農林省は小遣いの給料でも上げてやった方がいいんですよ私たちは桜木本郷町の交差点へ来ると相談も何もせずに左へ折れましたもともと私の家は牛込ですから こんなな方向へ来るののじゃなかったのです。す。が、がつい話ししながら逆のの方向へ来てしまったのですでも私は多分あの人は何か目的があってこちらへ来たのだろうと思っていましたら後で聞いてみるとあの人も私がそちらへ歩くからついてきたのだと言っていましたつまりどちらが先へ歩き出したともなしに まるでどこか目的地でもあるかのように二人が共通の方向へ歩いていたわけなんですあなたは酒を飲みますね実に突然にあの人はこう言いました会の席で私のコップにシトロンではなくビールがついであったのを思い出したに違いありませんええー、いくらか私は つい半年ほど前から酒を飲むようになったことを別に女だからって恥じていなかったのですがあの人に真面目でそう指摘されたのには困ってしまいましたが隠すわけにもいかないので正直に答えたのですこの先にいい酒を飲ませるバーがあるんですがちょっと寄ってご覧になりませんかそうねではあの人も非常識なら 私も非常識だったのです初めて会った男と女とが20分くらいしかたたないうちにこんな話をしだすなんてでも今だから告白しますが男女というものは長く付き合っているうちに愛し合うようになるなんてことは金輪際ないと私は思うんですちょっと会った瞬間にもう運命は決定してしまうものなんです 少なくもあの人と私との場合はそうでした私は何となく一分間でも長くあの人と一緒にいたいような気がしていましたしあの人も後から聞いたことですがただ私と別れるのをしばらくでも延ばすためにあんなことを言い出したんだそうですあの人は急に足を速めました私も後について足を速めました 3杯ずつキング・オブ・キングスを飲んでバーを出た時はあの人も私もだいぶ酔っていました2人の話にはだんだん敬語が取れだんだん大胆に露骨にお互いの心を発表し合うようになりました世間的な形式抜きに何でも話のできる友達というものは一生のうちにそんなにできるものじゃありません ところが私たちは全くの偶然にそういう友達を見つけ合ったのですどうしてあなたは僕のような人間に興味を持つんですかあの人がこんなことを言ったのはこの最初の晩だったんです私たちがバーを出てから銀座へ出て日比谷へおれて公園の中へ入ってからでした暗いところへ来ると 私たちはもう手を握り合っていましたあの人は自分で手を出したくせにすぐに決まり悪がって2秒間もたつとすぐ手を振りほどこうとしましたが私はいったん握ったらぎゅっと強く握りしめて離さないようにしましたそうねどうしてか私にも分かりませんわこう言ったかと思うと私は いきなりあの人は無感覚な顔をして黙って私のするままにさせていましたまるでちゃんとそのことを予期していたというふうにちっともびっくりせずにですよこの2時間近くの目的なしの散歩の間に私たちがどんな話をしたかはいちいち覚えていますけれど そんなことを今お話ししていたらキリがありません。とにかく私たちはその間にどうしてもこれから先別々に離れて生きていくことはできないような気持ちになってしまったことは確かなんです。あの人はタクシーで私を送ってくれましたが車に乗っている間あの人の右の手と私の左の手とはしっかり結びついてまるで 手の先の毛細管で二人の血管がつながって二人の血がごっちゃになってお互いの体を流れてゆくような気持ちでした。別れ際に私たちは初めて名刺を交換したんです。それまでは二人とも名前も何も知らずにただ一人の男と一人の女として原始人のように愛を語っていたのです。 そしてそれでも実際差し支えはなかったのです。私にとってはあの人は男性そのものだったし、あの人にとっては私が女性のただ一人の代表者だったのだから。おまけに結果から考えると、名刺の交換などはしない方が良かったのです。そうすれば、二人は広い東京のことですから、それっきり、 相手の住み場所も名前も知るよすががなくてこの日のたった2時間の交際が後にも先にも最初にして最後のものになっていたでしょうから私はタクシーを降りた瞬間からすぐあの人の後を追いかけてゆきたい欲望を抑えるのに痩せるような思いをしました。 3私はここで少し弁解をしておかなければなりませんそれは私自身のためにも必要ですが何よりももうこの世からいなくなって永久に弁解することのできなくなったあの人のために必要なんですあの人の名誉のために必要なんですももっともあの人は、 名誉なんてものはうるさがっていたんですけれど。というのはあの人と私とがこんな風に出し抜けに知り合うようになってしかし互いの性質も境遇も知る間もなくいきなり狂ったような恋人同士になった家庭について世間の人はこの上なく私たちを軽蔑しそれは私たちがそうした不死だらな恋愛の常習者だからと決めてしまうに決まっていると思うからなんです。 私だって第三者からこういう話を聞いたらそう考えたに違いありませんからね。しかし私は私の心の中に今でも生きているあの人の魂をかけて誓いますがあの人は決してそういう人ではなかったのです。それはあの人の周囲の人たちがみんな知っていることなんです。あの人は キリストのように金言な人でした。あとにも先にもあの人が恋愛というような感情に動かされたのは、私の場合だけだったことを私ははっきり知っているのです。私はそれまでにずいぶんひどい誘惑の中に生きてきたのですが。あの人への場合のように、いきなり魂のどん底から揺すぶられるような強い愛を感じたことはありませんでした。 したがってその時までどんな誘惑にも耐えることができたのです。今では私は何を言う資格もない神の名を口にすることすらできない最下等の女になってしまったのですが少なくもあの時までは心の純潔と意志の強さとではどんな女にも断じて引けを取らない自信を持っていたのです。 ですから私たちの場合は2人のだらしない男女が軽薄な恋に陥ったのとは違って人力ではいかんともすることのできない不可抗力によって思案する暇も何もなく合金のように固く結合されてしまったわけなんですこれだけのことはどんなに信じにくいことでも是非信じていただかぬと私は これから先話を続けてゆく勇気も張り合いもなくなってしまうのです。これをふしだらな女の身の上話と見られるくらいなら。私は今すぐ死んでしまった方がましなのです。さて、そのよ。私はあの人のことを考えて考えて。肩から胸へかけて板のように固くなって。 心臓の辺に時々崩れ落ちるような痛さを覚えるまで考えたのですがそのうちに眠くなってしまいました朝起きるとそれでもわずかな時間の睡眠のために昨日の出来事がまるで一世紀も前の出来事だったような気がして少し決まりが悪くさえなりました睡眠ということが人間の精神作用に及ぼす影響は 実に奇妙なものだと私は今でも考えることが時々ありますでも起きて30分もたたぬうちに睡眠によって回復された私の心の平静さはすっかりかき乱されてしまいましたもう1分間もあの人のことを考えずにはいられなくなってしまいました私は昨日別れ際にもらった名刺を出してみました 竹島千一郎。左の下には住所も入っていました私はもう矢も盾もたまらないので机に向かってレターペーパーを広げましたそしてペンを取り上げました「昨夜は失礼いたしました」と私は書き始めましためったにいただいたことのないお酒を頂い,いたので こここのところは嘘で「私はそのころ寂しさを紛らすために毎晩少しずつではあったけれどお酒を飲んでいたのです」「つい失礼なことをしたり申し上げたりしたかもしれませんがどうぞお許しくださいませ」「いずれお目にかかる機会でもございましたらお詫び申し上げますがとりあえず乱筆にてお詫びいたします」 私はこれだけ書いて大急ぎで封をして胸をドキドキさせながら近所のポストへ投函しました私は手紙を投函してしまうとすぐに後悔しましたあの人はもう昨夜のことなどは何もかも忘れているかもしれないのに女の方からこんなはしたない手紙を出すなんて私は自分の心が形のあるものなら 目の前へ引きずり出して散々打ちのめしてやりたい衝動を感じました。と同時にどうせ手紙を書くくらいならあんな通りいっぺんな手紙ではなくて私の心の中に思っている通りを残らず書いてしまえばよかったと思いましたいずれにしてもあの手紙のために私はあの人からこの上なく蔑まれるに決まっているような気がして。 いても立ってもいられませんでしたところがその日の昼過ぎに即達郵便がつきました表には差出人の名は書いてありませんでしたが私はすぐにあの人からだと直覚しましたまだあの人の筆跡を見たこともなかったのですがどういうものかそう直覚したのです封を切ってみると 中には署名はしてないばかりかそれは実に妙な手紙でした私は本日午後1時に銀座の S 喫茶店へ行って2時までそこで過ごし2時30分の東京駅の二等待合室で3時30分まで汽車の発車を待ち4時に帝国ホテルのグリルで食事をとることになっています これだけで手紙の文句は唐突として終わっていました誰だって無名のしかも初めての差出人からこんな手紙をもらったらきっと人違いにそういないと思うでしょうただ自分のその日の行動のスケジュールが書いてあるだけなんですからしかし私は実にはっきりとそれがあの人の手紙だということばかりでなく その手紙が何を意味しているかもすっかり悟ってしまいましたあの人はきっと私に会いたくてたまらないのだと私はすぐに断定したのですそして S 喫茶店と東京駅の待合室とホテルのグリルとへ行っている時間を知らしてその時刻にどの場所かへ私に来てくれという意思を知らせてきたのに違いないのです 私の心は踊りました急に自信と勇気とがしおれきった私の心をちゃんと立ち上がらせました時計を見るとまだ間に合いますので私は最初に指定されている S 喫茶店へすぐさま行くことに決めましたあの人は通りに面したテーブルによってタバコをふかしていました飲みさしのレモンスカッシュのコップが 麦わらを刺したまま前に置いてあります先ほどお手紙をいただきまして急にお目にかかりたくなったものですから私はこう言いながらあの人の前の空いた椅子にかけましたあの人は黙って私の顔を見ましたまるで怒っているような私をさげすみきっているような顔つきなんですでも お邪魔ですかしら私もつい踊り上がった心が萎縮しそうになりました17分待っていましたよとあの人は時計も見ずに言いましたでもあなたはなぜ来たんですこんなところへ私お目にかかりたくてしょうがなかったもんですから昨夜お別れするとすぐその瞬間から 何かか召し上がりますかあの人は大急ぎで話をそらしましたそれは一組の中学生が私たちの様子に注意し始めたからじゃなくて私の返事があの人の期待をあまり完全に満足させたので「もう言うことがなくなってただ決まりが悪いだけになったからだと」と後であの人は説明してくれました ソーダ水を半分ばかり吸ったとき、私は麦わらから口を離して言いました。もう東京駅へいらっしゃる時刻じゃなくって。半分は真面目で、半分はからかいの意味がこの言葉には含まれていたんです。あの人はしばらく不機嫌な顔をして黙っていましたが、突然起き上がらんばかりに体を動かして言いました。 とにかくもう出ましょう。ここは騒々しくて、それに人間が多すぎて落ち着かんですから。バカな人間の中に混じっていると、自分までバカになって遠慮したり、気取ったり、嘘を言ったりしなきゃなりませんからね。僕はさっきから嘘ばかり言っているんですよ。喉のところまで来ると、本当のことがみんな曲がってしまうんです。 あの人はベルを押して感情を済ませましたそして私たちはタクシーで両国駅へ着いてそれから市川で降り河野台まで歩いて行きましたただ人間を逃れるためですというのは人間というものは自分の複製を目の前に見ているとついその醜さを最も神聖な相手にも移植してしまいがちです 二人の男女が恋を語るときは自然の懐から出たばかりの人間同士のように全ての仲間から隔絶した環境が絶対に必要です。というよりもそういう環境そのものが二人の心を結びつけずには置かないのです。こうした条件を最も勘弁にその代わりごく不完全に備えているのが寝室なんでしょうね。ですから トーキーのスタジオのように防音設備が施され必要に応じてはカメラマンの暗室のように光を遮断することができる寝室ならその点では理想的な寝室といえるでしょうその日の河野台にはこの条件をある程度まで備えている場所が見つかりましたもっともその条件が備わってくるには夕方まで待たねばなりませんでしたが 真っ昼間の日光はあらゆる神秘の妨害者ですからね。そして恋は誰かが言ったように最も神秘なものなんですから私たちの心がこの環境からどんな影響を受けたかは説明する必要はありません。私はもう完全にあの人のものとなり あの人は完全に私のものののととなったというだけでで十分です。あの人の指の先と私の指の先とわずか1平方センチメートルの100分の1にもならぬ皮膚の接触によってでも2人は肉体的にも精神的にも完全な一つになるような気持ちがしましたこうしたランデブーはその後20度近くも続きました もう一つになってしまったのだからそれ以上近寄ることはできまいと思われた二人の心は一回一回とその結合の強さを無限に増してゆきました私たちは互いに魂を取り替えてしまってあの人の魂が私の体の中へ移り私の魂はあの人が持って行ってしまったように思われることもありましたしかもこの過程は 一本上司に変化なく行われたのではありませんありとあらゆる変化と陰影と濃淡と思って昨日よりは今日今日よりは明日とどうにも動きの取れない最後の袋工事へ向けて突進していったのですもう永久に会わないことにしましょうね私はいつか ああの人にこここんなととを言ったことがあります。もちろん1秒間だって会わずにいるのが苦しいもんだからこそこんなことを言ったのですするとあの人はそれをよく知り抜いていながらもいくらか不安になってくるので「僕もそう思っていたんですあなたに会うのは苦痛を増すだけだから真顔になってこう言うのです」 すると私の心へは不安が倍化して伝わってくるのでまた嫌味な言葉を言い返すこんなことを繰り返して互いの心を傷つけ合った後ではしかし決まって力いっぱい3分間も続けて抱擁し合うのが常でした私たちは別に何も約束はしなかったのですけれど約束したのと同じでした いいなそれ以上でした二人が別々に生きてゆけるなんてことはとても想像することすらできなかったのです口へ出して「二人は永久に愛し合いましょう」「一緒になりましょう」などとわざわざ言うのは私たちの愛を冒涜するようにさえ感じられたのです 四こんな愛にいつか緩みが生じることがあると想像できるでしょうかところが想像できるできないの問題じゃなくて実際二人の愛はたちまち暗礁に乗り上げたのですある日の夕刻それが最後のランデブーだったのですが私たちは 日比谷公園で会いましたあの人はひどくふさぎ込んでいました表面から見たくらいでは他人には分からなかったかもしれませんが私には一目であの人の心に一つの変化が起こっていることがはっきりと分かったのです「どうしたんですの?と」と私は尋ねてみました今日はあなたの顔は まるで墓穴から抜け出してきた人のように真っ青よすっかりさびてつやがなくなってるわあの人は黙っていました私は気が気でなくなりましたそのころは私たちは昼間でも何でも会うとすぐに手ぐらいは握り合っていたのにその日はあの人は棒のように立っていたきりだったからです何か心配があるのね そしてそれは私に関係のあることなんでしょうきっとその他のことでそんなに心配なさるわけはありませんから私はこう言ってあの人の右の指に触りました忘れていたんですよ僕はとあの人は案外何でもないことのように平気で答えました僕に妻も子供もあるってことを もっと詳しく言えばそのことを忘れていたわけじゃないんですがそんなことは僕たちの愛の障害になる力はないものだと思っていたんです僕たちの愛は絶対だからどんな障害でも征服できると思っていたんですところが私はここまで聞いているうちに目のくらむのを覚えました よくその場で倒れてしまわなかったか今でも不思議に思うくらいですあの人は私の心が思いがけないひどい衝撃を受けたのを見て取ると慌てて言いたしました「もちろんこれは何でもないことなんですよ僕があなたを愛するということは絶対なんですから」ただそれがほんの少しばかり障害を受けただけなんですほんの少しです だが、それが意外に強かったというだけなんです。あの人の言葉はしどろもどろで、辻褄が合っていませんでした。あの人がひどく苦しんでいた証拠ですわね。それでどうなさるのと私は、一見冷静な調子で聞き返しました。私のことなんかちっとも考えてくださらなくていいのよ。あなたの好きなようになされば。 あなたのいいと思うようになさればもちろん私の表面の冷静さはまぶたいっぱいに溜まってくる涙が裏切っていました僕にはどうにもできないんです僕は卑怯者ですあなたが命令してくださいすぐにあなたと一緒に逃げろとでもこれっきりあなたを思い切ってしまえとでも私は その通りにします。では、もう私たちは別れましょう。これっきり、赤の他人になっちまいましょう。そうするより他に方法はないわ。また、あなたは、少なくともそうすべきですわ。こう言いながらも、私の胸は裂けるような苦しみでした。 つい30分前まで未来永劫に結ばれているとばかり信じきっていた2つの魂の間にもう1つの魂が入っていたなんて私はどんな苦しみにでも耐えられる強い女だと今の今まで思っていたんですがこのことだけには耐えられなかったんですどんなに人から恨まれ憎まれ世間から蔑まれあざけられようとも 私はあの人の魂をしっかりとつかんで話したくないと思ったのですでも口の先ではやっぱり心の中とは反対のことを言ってしまったのですするとあの人は突然私の首に飛びついて左の耳の辺りにめちゃめちゃにキスしたかと思うとそんなことは僕にはできない と震え声で言いました私はその時盲目的に私の唇をあの人の唇へ持って行きましただがまたすぐにそれを離して泣きながらアーク島の濡れるような光を浴びて走って逃げ出しました私はもう自分が何をしているのかわからなかったのです あまりに急激な事情の変化が私の心の働きのどこかに狂いを生じさせたのに違いありませんそれから私は夢中でバツバツ劇場へ駆けつけましたその日はその翌日から上演されるはずのカルメンの舞台稽古があったのですそして私はカルメンに扮することになっていたのです話が前後になりましたけれど 私はその頃決まった劇団には属していなかったのですが時々頼まれると前からの関係でいろいろな劇団に助演に出ることにしていたのですちょうどその時は6月の下旬から1週間バツバツ劇場で上演するカルメンに出ることになっていたわけなんです私の相手役のホセに扮する谷村という人はこうした仲間のうちでは緊張な人でしたが 私に対して心を動かしていることが私には分かりましたある時谷村はごく遠曲に私に言い寄ったことがありました「それ以後というものは私はこの稽古に出るのが一つの重荷になってきました」というのはその頃あの人と私とは幸福の絶頂に立っていましたので 他の男などは私の心の中へ入ってくる余地がなかったからです。もっとも一緒に芝居をしている以上、谷村をハエのように酔っ払うわけにはいかなかったのは無論ですが、それでも私は、あの人と世にも楽しい時間を持った後で、稽古場で谷村と顔を合わせるのは、何とも言えない嫌悪と無別との混じった圧迫を感じたものです。谷村が、 このの劇団の座長角でもあり、演出者でもありおまけに私の相手役ですらなかったら私は露骨に私の気持ちを相手に知らせる手段を取ったに違いなかったと思いますけれども芝居というものは特にカルメンのような2人の主役の呼吸がぴったり合っていなければならぬ芝居では相手役同士の間に何か心のわだかまりがあるととても成功するものじゃありません で私はじっと我慢していましたそれでも私の気持ちが素直でなかったせいかどうも稽古がうまく行きませんでした稽古中に突然あの人のことを思い出してセリフを忘れたことなどもあったくらいですところがその晩つまり舞台稽古の晩は実に素晴らしい出来栄えでした カルメンとホセとの呼吸がピタリとあって谷村はすっかりホセになりきってしまい私はあの怖悪的なボヘミア女になりきってしまったかのようでしたそればかりか私は谷村に対して突然これまで感じたことのない激しい情熱を感じてきたことも告白しなければなりませんねえ士官さん 私をどこへ連れていこうっていうの気の毒だが監獄へさ。まあ私どうしましょう私はどうなるんでしょうねえ士官様お若くて親切な士官様私をかわいそうだと思ってちょうだいな私を逃がしてくださらないこと この場面などはカルメンがホセに頼むのじゃなくて私が谷村に頼んでいる字のままの言葉にしてもらってもちっとも不自然じゃないくらいでした稽古が済んでから谷村はこの上ない満足と幸福とに浸りながら二つの目をギラギラ輝かせて私に言いました竜子さんは私は竜子という名前なんですやっぱり違いますね 普段は不勉強でも舞台稽古となるとすっかり別人のように油がのって芸に一部の隙もなくなってくるんだから今夜の出来栄えがそのまま明日の舞台でも再現できたら素晴らしいもんですよ私は相手が何を言っているのかよく耳にも入らないで1分間もたってからやっと耳の中に残っている相手の言葉を思い出したくらいですと言って私は あの人のことを考えていたわけではありません。何にも考えないで、方針したようになっていたのです。その夜遅く帰りがけに、何ということでしょう。私は昨日までうるさくてたまらなかった人と無我夢中で熱烈な恋を語り合ったのです。まるで、 カルメンそのもののような気まぐれに家へ帰ると私は急いでレターペーパーを広げてペンを走らせました私は新しい恋を得ました今私は非常に幸福ですあなたはやっぱりあなたが当然帰らねばならぬ人のところへお帰りなさいませこれっきり 私たちは何事もなかったように忘れましょう白紙になりましょうさようなら龍子仙一郎様私は読み返しもせずにぐずぐずしていると考えが変わったり決心が鈍ったりしてはいけないと思ったものですからもう十二時過ぎていましたけれど 二丁も先にあるポストまでこれを持って行って投函しました「あの人を思ってはならない」という理性の命令と「どうしてもあの人を思わないではいられない」という情熱の要求とが「どうしても互いに譲らないで」 心の中で血みどろの闘争を始めたとき、私の心はとてもこの重症に一人で耐えてゆくことはできなかったのです。あまりに突然で、あまりに急激で、どうしてよいか考える暇も何もなかったのです。ただ行き当たりばったりに誰の懐へでも抱かれて、魂の傷の痛みをしばらくでも沈めるより他にはなかったのです。あのとき、 ぼろつきが私に言い寄っても、私はその人のの懐へ飛び込んん。だかもしれません私の心が谷村に走ったのはこうした事情のもとにあってはやむを得なかったのですでも私は私のこの大それた行為を弁解する気は毛頭ないのですが何と言ってもそれは弁解する余地のないものだということは今では誰よりも私が一番よく知っているのですから さてその翌日はいよいよ初日ですカルメンは2番目の出し物で8時に開幕となっていたのですが私は6時半に楽屋へと着きました初日のことですからもうみんな連中はちゃんと揃っていましたリュウコさんおごらなくちゃいけませんよ私の顔を見るといきなり谷村がこう言うのです今だから正直に言うと その時のあの人の顔には下品な皮肉とも嫌味ともつかぬ表情が浮かんでいましたどうして私は不熱心に聞き返しました素晴らしい人気だからですよと谷村はわざとニヤニヤ笑いながら言いました立派な花輪が来てますよ連中のでしょちっともおごらなくちゃならないことなんかないわ それよりりも入りはどうまあ八部といったところでしょうね谷村はまだ薄気味の悪い笑いを浮かべていましたところで連中ののほかにもう一つ花輪が来てたらおごる価値があるでしょうしかも無名詞って言うんですからね5時頃花屋から届けてきたんだそうです名詞も何もつけないでね今正面に飾ってありますが 素晴らしいんですよ。それに、無名詞がロマンチックじゃありませんか。あなたにあんな隠れたパトロンがあるとは知りませんでしたよ。からかっちゃダメよ。本当にしますから。私は冗談に受け流していました。もちろんそんなことは信じていなかったのです。ところが、そのことは本当でした。無名詞とだけで、寄贈者のわからない、 大きななな立派な花輪なんです。無論私の頭に最初浮かんだのはあの人でしたあの人がまさかこんなものを贈ろうとは信じられませんでしたがそうかといってまるで見ず知らずの人が匿名で私に花輪を贈ってくれるはずもなし他には心当たりも誰もなかったのですからそのうちに幕は開きました私は短い赤いジュポンの下から 白い絹の靴下を見せ赤いモロッコ側の靴を黄色のリボンで結んでわざとショールを広げて肩を出しアカシアの大きな花束を花着の外へはみ出させて口にもアカシアの花を加えながらコケティッシュに腰を振って大勢のスペイン女の中をかき分けて左手から舞台へ出ました舞台の中央には立派な五丁の制服を着けた谷村のホセが 工場のそばの腰掛けにかけていました。そのうちに芝居は進行して、私を逃がしてくださらないこと、というセリフのところまで来ました。ここにこうしているのは冗談を言うためじゃない。さあ、廊下へ行くんだ。これは命令だからね。どうにもならないんだ。まあ、懐かしいわ。 あなた、私の国の方ね。それから私のカルメンは、ありとあらゆる言葉をもって、不吉ょな、正直な谷村の補正を動かしてしまったのです。私は、私の短い舞台生活の経験では、あの時くらい、後から考えても満足に私自身を表現することのできたことはありません。私の口から滑らかに流れ出る言葉で、 武装したホセの心がだんだんほどけてゆくのが私自身そばにいてわかるくらいでした。私は芝居を通して私の心を誰にともなく投げつけていたのです。誓って言いますが、前の晩とは違って、その日は必ずしもホセにではなかったのです。誰にともなしにだったのです。ちょうどその時、 私は観覧席に何か私の目をいるようなものがあるのに気がつきましたまるで大きな磁石がどこかにあって私の心が鉄になってそれに引きつけられるような感じがしましたで思わずその方向へ視線を送ると正面の二階席の一番前列にあの人が何とも言いようのない顔をして 両目を釘付けににされたようにして、舞台の私を睨んんででいるんです。あの人のこの時の表情は今でもはっきりと私の頭に残っていますが実に何とも説明のつかぬありったけの愛事を失った上に自分も死んでゆく人のような深刻な苦痛の表情でした私は気が転倒してしまって 倒れたれホセの体を飛び越えようとするとたんに私もその上へ重なって倒れてしまったのですそしてもう起き上がることはできませんでした芝居はもちろんめちゃめちゃでしただが騒ぎはそれだけでは済まなかったのですそれとほとんど前後して2階の観覧席でも大騒ぎが始まったのです 正面の一人の客が突然苦悶を始めて手当てをする間もなく30分足らずで絶命してしまったのですそれが実にあの人の最後であろうとは私は翌朝の新聞で初めてそのことを知ったのでしたもちろん私があの人の死に関係があろうなどとは 今でも誰一人知っているものはありません。ただ私だけが、あの人を殺したのは私だということを、はっきり知っているだけです。あの記念すべき最後の夜、あの人は私が何もかも思い切って逃げたと思ったのです。そして翌日私の手紙を見て、 あの人ののの人想像の正しかったたたこととが証明されたと考えたのです。その実私はちっとも思い切っていたのではなくあまりの激動に逆上してしまってあんな行為をとったのでしたが「善が非でもあの人と別れねばならん」という考えと「どうしても別れることはできない」という感情との葛藤が私に何もかもを忘れさせ判断する力を奪ってしまったのです。 このことを考えると、今でもにられるように私は苦しくなります。あの人は、私が去れば、もう生きてゆく理由がなかったのです。私の去ったことによってできた穴は、誰によっても埋めることのできないものだったのです。このことを私は、どうしてあのときもっと深く考えなかったのでしょうか。ただ、 あの人の家庭のことばかり考えてあの人自身のことをまるっきり忘れてしまっていたのですあの人はすっかり決心をして私に最後の思い出の花輪を送っておいてから私に会うことができなくなったのでせめてもと私の舞台の姿を見ながら息を引き取ることに決めたのです 私が気のついた時のあの人の表情は、私と私の新しい恋人の谷村とを舞台で見たための苦しみと、モルヒネ中毒による苦しみとのためだったのです。谷村と私との関係は、すぐにあの人に直覚されたに違いありません。無論私は、その日限りで舞台に出ることも谷村に会うこともやめて、 谷村に対して私の心が動いたのは、ほんの一時の反動だったのですから、それから会わないことはちっとも苦痛じゃありませんでした。あの人の思い出だけを心に抱きしめて、このことを発表するだけのために、今まで生きてきたのです。これから先生きて行けるかどうかは、神様だけがご存じでしょう。もし私が、 神様の名を口にしてよいとすれば。